十三二人の旅客が入ってきて、向かいのベンチに陣取り始めた。彼はこの二人が落ち着くまで口をつぐんでいたが、ごたごた言う騒ぎが静まるや否や、早速話を続けた。それは、一分間も自分の思想の連鎖を失わないでいるという風であった。ところで、 何よりも一番忌まわしいのは、と彼は口を切った。理論の上では、愛とは一種理想的な、高尚なものとみなされているのに、実際においては、話すのも思い出すのも、けがらわしく恥ずかしいような、一種忌まわしい下劣なものに過ぎないということです。全く自然が、 これを汚らわしく恥ずかしいように作ったのも、あえて偶然ではないのです。ところで、もし、汚らわしく恥ずかしいものなら、その通りに解釈すべきではありませんか。ところが、まるで反対に、人々はこの汚らわしく恥ずかしいものを、美しい、高尚なもののように装っているのです。一体、 私の愛の第一の兆候は何でしたろう他でもありません。自分の中に蓄積された動物性の過剰を恥もしないで、それに身を任せてしまい、しかもその上、妻の精神生活は言うもさらなり、肉体的生活のことさえ少しも考えようとしなかった点にあるのです。私は、 二人がお互いに抱いている憎悪の念は、果たしてどこから生じたのかと驚いたものですが、それはもうわかりきったことなのです。この憎悪の念は、とりもなおさず、動物性に圧迫された人間のプロテストだったのです。二人が互いに抱き合っていた憎悪を、私は不思議に感じましたが、 実際、それは他に何とも仕方のないことだったのです。この憎悪はつまり、犯罪の共謀者がお互いに抱く憎悪に他ならなかったのです。互いに協作し合ったこと、共に犯罪に関係したことに対する憎悪なのです。全く、妻はかわいそうに、一ヶ月目から妊娠してしまったのに、 私たちの豚みたいな関係は続いていたんですもの。どうしてこれが犯罪でないと言われましょう。あなたは話が横道へ逸れたとお思いかもしれませんが、決してそうじゃありません。私はずっと引き続いて女房殺しの話をしているのです。後半の時、裁判官が私に、 何をもって、どんな風にして妻を殺したかと尋ねるのです。バカ者めだ。あの連中は、私があの時、10月の5日に、ナイフを持って妻を殺したのだと思ってるんです。私が彼女を殺したのは、あの時じゃありません。ずっと以前です。ちょうど、すべての人間が、 現在自分の妻を殺しているようにね。ええ、みんなです。みんなですとも。一体どうしたのですかと私は尋ねた。まあ、こんなに明明白々たる事実を誰一人知ろうとしないのはなんという驚くべきことでしょう。これは 医者たちがちゃんと承知していて、大いに用を戒めなければならないはずだのに、彼らは知らん顔をして口を閉ざしているのです。ことはすこぶる簡単です。男と女は動物と同じように、肉の愛の後で受任が生じ、それに続いて保育ということになります。それは二つながら、 女にとっても、幼児にとっても、肉の愛が非常に有害な時なのです。ところで、男と女とは同数であるべきものですから、その結果、どういうことになるでしょうか。それは極めて明白なことであって、それからして一つの結論を引き出すのに、大した英知を要さないように思われます。 その結論というのは動物でさえ実行していることで、つまり禁欲なのです。しかるに事実はそれと反対で、科学は非常な進歩を遂げた結果、血の中を走り巡っている白血球だとか何だとか、役にも立たぬ馬鹿げたものを発見しているくせに、これだけのことが理解できないのです。 少なくとも科学がこの問題を口にしているのを一度も聞いたことがありません。そこで女にとってはただ二つしか逃げ道がないのです。第一には自分を不具にして男が常に落ち着いて協楽を得るために女としての能力、すなわち母としての能力を絶滅してしまうのです。 少なくとも必要に応じて全時破壊していくのです。第二の逃げ道は、もっともこれは逃げ道ということができないくらいですが、いきなり乱暴に自然の法則を犯すのです。この方法はすべてのいわゆる潔白な過程で行われています。つまり、女は自己の自然性に反して、 同時に、妊婦とも、ほぼとも、上夫ともなるのです。一言にして尽くせば、どんな動物でも落ちていかないような状態に陥るのです。けれど、ついには力尽きて、そのために、我々の社会ではヒステリーとなり、農民の間では、狐突きとなります。まあ、注意してごらんなさい。 あの狐突きというものは、純潔な処女には決してなく、ただ既婚の農夫ばかりです。しかも、弟子と一緒に暮らしている農夫ばかりです。これがロシアの状態ですが、ヨーロッパだってそれと同じです。すべての婦人病院は、自然の法則を犯した女でいっぱいなのです。しかし、 こうした狐熱器や丸甲子病の患者などは本当の不具者ですが、女の反夫婦者は世界中に満ち満ちています。まあ、考えてもご覧なさい。女が妊娠したり、生まれた子供を育んだりするとき、いかばかり偉大な事業がその内部で成就されていることか。それはつまり、我々を継承し、 我々に変わるべきものが成長しているのですからね。しかもその神聖な仕事を侵害するものがある。それは一体何者でしょう考えても恐ろしいくらいです。それでいながら、婦人の解放や権利をうんるんしている。それはちょうど、食人種が捕虜を食用として太らしておきながら、 同時に彼らの権利や自由を心配していると説くのと同一徹です。これらすべての言葉は耳新しく私に甚大なショックを与えた。ではどうなんですもしそうだとすれば、と私は言った。妻を愛し得るのは2年に一度くらいということになりますが、 男というものは、そう、男にとっては、ぜひ女が必要なのです、と彼は遮った。この点でも、かの愛すべき科学の人たちが、みんなを満着してしまいました。まあ、人間に向かって、お前にはウォーとかが必要だ、タバコやアヘンが必要だと吹き込んでごらんなさい。 こういうものがことごとく必要格隠べからざるものとなります。で、結局、神様は人間に何が必要であるかをご存じなく、そのために賢人たちと相談しないで、まずいことをしておしまいになったということになってきます。ねいいですかどうも表則がうまく合わない。男にとっては、 自分の情欲を満足させることがぜひとも必要だと、こう彼は決めてしまったのですが、それには子供を産んで育てるという邪魔が入って、この要求を満足さすことを妨げる。一体どうしたらいいだろう。まあ、賢人たちに相談してみよう。なんとかうまくやってくれるだろうといったような始末です。すると、賢人たち。 すなわち医者たちは、いいことを考えついてくれました。ああ、いつになったらあの詐欺師の賢人たちが、光栄の冠を引っぺがれることか。もうその時が来ているのです。まったく、彼らのおかげでこういうことになってしまったのだ。人間が発狂したり自殺したりするのも、みんなこのためなんだ。へえ、そうですとも、 他に理由がありません。動物は子孫が自分たちの種族を永続させてくれることを知っているかのように、この点において一定の法則を守っています。ただ人間のみはそんなことを知ろうとも思わず、ただできるだけ多くの快楽を得ることのみに救急としています。しかもそれで人間は 自然界の王でござるなどと自称しているんですからね。まあ、考えてもご覧なさい。動物は、ただ子孫をあげうるときに交尾するのみですが、けがらわしい自然界の王は、ただ快楽を縁がために、時を選ばず行うばかりか、この猿みたいな仕事を、愛という創造的美にまで押し上げているのです。 そして、この愛の名において、その実、抱きすべき修行のために、人類の半分を破滅させているのです。真理と幸福に向かう人類の運動において、補助者たるべきすべての女を、自己満足のために、補助者どころか敵にしているのです。一つ、注意してごらんなさい。 いたるところで人類の信仰を阻害しているのは何でしょう女です。ではどうして女がそういうふうになってしまったのかただただこのためなんです。そうですよそうですよ。彼はいくどかこう繰り返しごそごそと身動きして明らかに気を鎮めようと思うらしく。 たばこを取り出してふかし始めた。14。まあこういったしだいで私は豚みたいな生活をしていました。と彼は再び以前の調子で碁を続けた。が何よりいけないのは私がこういう汚い生活をしていながら。 単に他の女に誘惑を感じないというだけの理由で、自分は潔白な家庭生活を営んでいる。自分は道徳的な人間である。自分には少しも罪はない。二人の間にさかいが起こるのは、それは妻が悪いのだ。妻の性格が悪いのだと、そう考えていたのです。もちろん、 悪かったのは彼女ではありません。彼女は他のすべての女、大多数の女と同じような人間だったのです。彼女は我々の社会における婦人の位置が要求するような教育を受けたのです。したがって生活を保障された階級の婦人たちがすべて一様に例外なしに受けるような教育を受けたので、 他に仕方がなかったのです。今新しい婦人教育ということをしきりに論じていますがみんな空虚な言葉にすぎません。婦人の教育は一般の人々が抱いている真の偽らざる婦人感に伴ってそれに相当したものがありうるのみです。で女子の教育はいつでも 婦人に対する男の見解に一致するものです。我々は男がいかに女を見ているかをよく承知しています。つまり、酒と女と歌で、現に詩人たちも死の中でこう歌っています。様々な恋歌や、すっぱだかのヴィーナスやフリーネの像をはじめとして、すべてのシイ すべての会が彫刻をとって検討してごらんなさい。女が快楽の具だということがわかります。トルバでも、グラチェフカでも、優美を極めた舞踏会でも、どこにいても、女は常に作用なものとして現れています。ところで、悪魔は何という高知を漏していることでしょう。 もし単に快楽と満足に過ぎないとすれば、女は快楽の具である、甘い一片の肉であると決めてしまったらよかりそうなもんですが、なかなかそうじゃありません。まず昔の騎士は、婦人を新聖死すると宣言していましたが、新聖死してはいましたが、それでもやはり快楽の具として見ていたのです。 今では婦人を尊敬すると公言しているのです。ある者は女に席を譲ってやったり、ハンカチを拾ってやったりするし、またある者は婦人があらゆる公職に就いたり、政治に参与することを認めると言っています。そういうふうなことは何でもしていますが、しかし婦人を眺める目は依然として同じことです。 女は快楽の具であり、その肉体は快楽の方法であります。そして、女の方でもそれを承知しているのです。これは奴隷制度と少しも変わることがありません。奴隷制度とは、少数の者が多数の者の自由意志によらぬ労力を利用することに他ならぬのです。それゆえ、 奴隷状態をなくするためには、人々が自由意志によらぬ他人の労力を利用することを望まず、それを罪悪でなければ周知とみなすようにならなければなりません。しかるに、人々はただ奴隷制度の概念形式を廃止して、奴隷の売買を行うことができないようにすると、もうそれで奴隷制度がなくなったように空想し、 自分でもそうと信じ込んで、奴隷状態が依然として存続するのが目に入らないのです。それとも見ようと思わないのかもしれません。そうです。存続しています。なぜといって、人々は前と同じように他人の労力を利用するのを好み、かつそれを当然な良いことだと考えているからです。 ところで、彼らがそれをいいことだと考え始めるやいなや、常に他のものよりもさらに狡猾な強い人間が現れてきて、巧みにそれを実行に移すものです。婦人の解放についても、それと同じことが言えます。婦人の奴隷状態というのは、すなわち、 男が女を快楽の具として利用することを望み、かつそれを非常に良いことだと信じていることなのです。いや、今現に夫人の解放は行われて、男子と同等の権利が与えられています。が、女を快楽の具として見ることは依然として変わりません。そして女は、 子供の自分からそういう教育を受け、世論によってもそれを助長されています。だから、女は依然として、ああいう卑屈で陰闘な女奴隷ですし、男は依然として、ああいう陰闘な奴隷所有者なのです。一方、学校や議会では、女を解放しながら、また一方では、 女を快楽の対象として眺めています。もし今我が国で女が教え込まれているように、こういうふうに自分自身を見ることを教えられたら、女は永久に低級な生き物として終わってしまいます。つまり、医者の悪党の助けを借りて否認法を行い、動物並みどころか、品物並みに堕落したインバイフとなりきってしまうか、 それとも多くの場合見受けられるように、不幸なヒステリー患者、精神病者となり果てて、精神的発達の望みは全然なく、現在やるがままの女として終わるかです。女学校も専門学校もそれを変えることができません。これを変えることができるのは、男の女に対する見方、および 女の自分自身に対する見方の変化ばかりです。その見方が変化するのは、ただ女が童貞の状態を最高の状態と考えるようになった時だけです。ところが、今ではこの最高の状態が、地獄のように見なされているのですからね。これが実現されない間は、女をどんなに教育してみたところで、 結局すべての娘の理想は選択の可能を優先がために、できるだけ多くの男、というよりオスを自分のそばへ引き寄せることに損するでしょう。一人の娘は数学をよく知っているとか、また一人の娘は建物が引けるとか言ったって、この状態を変化させることはできません。 女は男を虜としたときに初めて幸福であり、自分の唯一の希望を達したわけなのです。それゆえ、女の重たる目的は、男を虜にすることです。それは現在でもそうだし、未来においても、やはりその通りでしょう。これは我々の社会で、処女の生活の中に認められますが、結婚後にも、 依然として続くのです。処女時代には選択のためにこれが必要ですが、結婚後には夫に対して権力を振るうために入り用なのです。これを一時中絶するか、または少しでも圧迫し得るものがただ一つあります。それは子供です。ただし、 それも女がフグでない場合、すなわち自分で父を飲ます場合に限ります。が、ここでもまたぞろ医者が邪魔を入れるのです。私の妻は二度目からは五人の子供を自分の父で育てたいと言って、本当の自分の父を飲ませましたが、初めての子供の時に体を悪くしました。 例のありがたい医者たちは、無作法に妻を裸にして、体中いじり回した挙句。あなたは自分で父を飲ましてはいけないと診断しました。で、彼女はじめの間、その消婦性を救ってくれる唯一の方法を奪われたのです。子供は、乳母が育てることになりました。つまり、 一人の女の貧困と無知とを利用して我が子のそばから引き離し自分の子供のものとしたのです。そのために私たちはその女にレースのついた頭巾をかぶせてやりました。けれど問題はそんなことじゃありません。妻がこうして妊娠と育児の義務から放たれている間に以前眠っていた 例の消腐性が激しい力を持って彼女のうちに現れた。そこが問題なのです。そして私の内部にもそれに応じて嫉妬の苦痛が特別強い力を持って現れてきたのです。この苦痛は結婚生活の間終始一貫して私を苦しめ通しました。実際、 私のような夫婦生活をしている者は、つまり背徳的な生活をしている夫は、誰でもこれにさいなまれないわけにゆかないのです。十五結婚生活の間中、私が嫉妬の過酌を受けないでいたことは、ほとんど一度もありませんでした。 けれどその過酌が特に激しくなる時期がありました。そういう時期の一つは、妻が初めて子供を産んだ後で、医師に哺乳を禁じられた時です。その時分、私は特別激しく嫉妬を感じました。第一の原因は、理由なしに規則正しい生活の進行が破られた時に見られる、 母親特有の不安を妻が感じていたからです。第二の原因は、妻がたとえ無意識的とは言いながら、母としての道徳的な義務を何の苦もなく捨て去ったのを見て、妻としての義務をも同じように平然として放棄するだろうという結論に到達したからです。特に妻は全く健康で、 親切な医者たちが禁止したにもかかわらず、次に生まれた子供たちに自分の父を飲ませて立派に育て上げたのですから、私はますますその結論を確かめたわけです。ですがあなたは医者がお嫌いですね。彼が医者の話をするたびに、その声に特に独特しそうな響きを帯びるのに気がついて、 私は言葉を挟んだ。それは好き嫌いの問題じゃありません。彼らは私の一生を滅ぼしたのです。そして、現に数千、数万の人々の生涯を滅ぼしているのです。だから私は原因と結果を結びつけずにいられません。そりゃあ私だって、彼らが弁護士や何かと同じように、 金を儲けたいのは承知しています。だから私は自分の収入の半分を喜んで彼らにやってしまいます。また、誰だって彼らが何をしているかが分かったら自分の全収入の半分を喜んで彼らにやってしまうでしょう。ただし、彼らが我々の家庭生活に立ち入ったり、我々のそばへ あまり近く寄ってこないという条件付きなのです。私は統計を取ってみたことがありませんが、彼らが、所詮無事に分娩はおぼつかないと言って、母親の腹の中で子供を殺したり、何とかの手術という名前を借りて母親を殺したりした例は、育児となく知っています。実際そういう例は、 数えきれないほどあるのです。ところが、こうした殺人行為は、宗教裁判の殺人と同じように、誰一人数えてみようとしません。なぜならそれは、人類の幸福のためだと信じられているからです。全く、彼らによって行われる犯罪は、到底数え上げることができません。 けれどこうした犯罪も彼らが婦人を通じて世界へ注入する物質主義の道徳的大敗に比べたらお話にならないほどささたるものです。もし人間がただただ医師の命令のみを守っていたら至るところに伝染病の蔓延している世の中ですから人類の融合どころか離散に向かって努力しなければなりません。 すべての人は彼らの忠告に従って別々に離れ離れに座っていて口から石炭酸の散布機を離さずにいなければなりません。もっともこれも役に立たないことがわかってきたのですがしかしそんなことは言いますまいこれくらいのことはまだしもなんです。彼らの主な害毒は人間ことに 女を堕落さすということなんです。今の世の中では、君は良くない生活をしている、もっといい生活をしなければならない、などという言葉は自分に向かっても他人に向かっても言うことができなくなりました。もし悪い生活を送っているならば、それは神経系統とか何かの作用がアブノーマルになったがためだ。 従って医者のところへ行かなければならぬということになる。すると医者は35個ペーカの処方を書いてくれる。薬は薬屋にあるから我々はそれを飲みさえすればいいのだ。ところが生活はますます悪くなる。その時はまた薬を飲んでまた医者に診察してもらう。なかなかうまい仕掛けですよ。 しかし、これが問題じゃないのです。私がお話ししたいと思ったのは、妻が立派に自分の父で子供を育て上げたということと、この妊娠と授乳とが、私を嫉妬の苦痛から救ってくれた唯一のものだということなんです。もしこのことがなかったら、大断炎はもっと早く来たにそう言いありません。子供が、 私をも、妻をも救ってくれたのです。八年の間に、彼女は五人の子供を産んで、一番上の子をのけたほか、みんな自分の父で大きくしたのです。それは今、どこにいるのですかあなたのお子さんたちは。と私は聞いた。子供たちですかと。 彼は怯えたように問い返した。ごめんください。ことによったら、そんなことを思い出すのはお苦しいかもしれませんね。いや、なんでもありません。子供たちは妻の兄弟が引き取りました。その二人が私に渡してくれないのです。私は自分の財産を引き渡してしまったのですが、 子供はどうしても返してもらえないのです。だって私は一種の気違いですからね。ちょうど今私は子供らと別れてきたところなんです。見せるだけは見せてくれましたが、どうしても渡してくれない。そうでなかったら私はあの子らが 両親みたいな人間にならないように教育してやるんですがね。しかし世間の人はやっぱりご同様の人間に仕立て上げなければ承知しないのです。いやはや、なんとも仕方がありません。皆が私を信じないで子供たちをよこしてくれないのも無理はありません。それに、 私もあの子らを教育する力があるかどうかわからないのです。おそらくダメだろうと思います。私は廃墟なんですものね。不具者なんですものね。ただ一つのものが私の中にあります。私は知っている。他の人がまだまだ容易に悟ることができないものを 私はすでに知っているのです。そう。これは確かです。そうです。子供らは自分の周囲にいるすべての人と同様な野蛮人として生活しています。私は彼らに会いました。三度会いました。けれど、彼らのために何一つしてやることができないのです。が、 かまいません。私は今、南の方のふるさとへ帰っていくところなのです。そこには、小さな家と庭があります。そう。私の知っていることをすべての人が知るのは、まだまだ急なことにはいきません。太陽や所有生の中に、鉄がたくさんあるかだの。 どんな金属があるのだろうかだの、そういうことはまもなく知れるでしょう。けれど、我々の宗教を暴いて見せるものはなかなか知れますまい。難しい、恐ろしく難しいです。あなたがこうして聞くだけでも聞いてくださるので、私はあなたに感謝しているのです。